で今ちょっとやってみてですけど、ここ2人で楽しそうに酔っ払って映画見たと飯食って酔っ払って歩いてて、信号渡って佐藤がちょっと先行して歩いていくと、めぐみが追っかけてて、おんぶしてて、っていうのをやって、それぐらいやってもいいかなって、まあ任せますが、いやいや、それぐらいやって、なんか、助けちゃってもいいかなって、ジャンプして乗ったら、ぐらい恥ずかしい方が。っていうのをカメラは向こうから車で撮ったから、あ、車、タクシー乗ってる時に見たんでるすって、はい、流れ、はい、今タイムの人がいるところら辺から芝居はしてもらって向こう側から、そうするとあの車がカウンターでこうやってきて、あ、ちょっと温度がうまくいかなかったらすぐ帰るってそういうなんか分かりやすいことかな、跳躍していただいて大丈夫です、大丈夫です。カレンダーに罰つけてたんですよ。今日も一日犯罪を犯さなかったって。やばいですよね。面白いと思う。一緒にやってくれるか君は。どっち小説書いてみたら。俺には何にもないよ。もういい時はバカになんないよ。明日何があるか分かんないんだよ。今度 CD 持ってくるからね。遅えよ、何やってんだよ。お前は自分のやりたいことやれよ。小説とか書いてたよな。小説書けてたらこんなとこいねえよ。閉じこもってれば。こんな毎日でもなんか嫌いじゃないんだよね。あんたなんかに会わなきゃよかった。俺は会えてよかったよ。僕たちはみんな大人になれなかった。